皆様おはようございます。今回特別コーナー、アイドルの推し全て見せます、全て見せますコーナーです。アイドルの推し、こっちです。アイドルの推しを全て見せまーす。わお、いや暑い。なぜこんな悪ふざけをするかというと、朝から暑いからです。でもみんな寝てる、暑くなくて。ワイカツさんは朝寒かった。俺は暑くて寝てられなかった。なぜかというと、じゃ俺んとこだけ日が当たってんだ。なんだこれ、朝だ。俺んとこだけ太陽当たって何の嫌がらせなんだ。今はまだ朝の6時46分。暑い。今日はなぜかこの合宿所暑いです。朝から暑い。誰もいない。来ました。またここに戻ってきてしまいました。現在10時10分。本日の昼の釣り10時10分開始です。ここだよ。またね、昨日島アジを3匹あげた。ここです。ハブの堤防来ました。暑いよ今日もね。暑いっすよ。でも頑張ります。誰もいません。どういうことなんだよ。でも絶対今日はまた島アジ釣りたいというね、このね、欲深き釣り人3名が島アジに挑みます。頑張ろうな。はい、頑張ります。よし、着いた。じゃあ今日は誰もいないから好都合な朝のラジオ体操からいきます。これをかぶってね、ラジオ体操というか朝の太極拳です。お願いします。じゃあ海をバックに、ヘリコプターがいる。なんだ、まあいいや、なんか救助訓練か。はい、じゃあ朝の太極拳お願いします。はい、太極拳、はい、どうぞ。いや、早くやるよ。ほら、いいぞ。やった。よし。なんかうまくなった。すごい。いいよ。はい、どうぞ。やれ。よし。終わった。もう終わった。ちょっと短かったけどいいです。まあ、はい。ご苦労様でした。じゃあ、頑張りましょう。頑張りましょう。この県単体夏用 T シャツいいですね。すぐ乾くんで、速乾性でずっとあるんだ。夏の釣りにはもう最適ですよこれ。緑色になっちゃう。アイドルゲロイカ T はもうなんかかけた。裸でやってます。アイドルは裸のヴィーナスというか、なんだかよくわかんねえけどね。釣れた。もしかしてもう島アジか。おい、さすがアイドル復帰したらもう絶好調やな。なんか笑えるものだってほしいんだけど、俺は笑えるものでやってください。まさか島アジ島アジじゃないの。なかなか魚影が見えません。島アジだ。青い島アジだよ。島アジだって青いもん、銀色してるもん。やった、ほら、結構な大きさ。やったじゃん。もう寄ってるんだ。結構昨日より大きいんじゃないか。ほら、そうでもないか。ほら。はい、どうぞ。玉網ですくえばよかった。でも結構大きかった。まあ大きかったよね。これがオチか。これがオチだ。いや、外れちゃった。かかりが浅かったんだ。そうだね。惜しい。惜しかったね。いや、かかりが浅かったね。口切れ。やっぱり引っこ抜きは無理だな。来たら玉網ですくった方がいい。島アジ結構口弱いからな。惜しかった。よっしゃ、次は俺の番だぜ。かかりました。島アジか。シマアジですか。あまり引きは強くない。もしかしてイサキか、イサキかもしれない。シマアジだったらいいな。なんかシマアジじゃないみたい、あまりにも引きが弱い。ほらフグか、フグじゃない、虫フグ。なんだよ、イサキ、虫フグだ。違う、イサキだ、イサキでした。まあでもいいやね。イサキ来ました。まあまあのサイズ。ほらそらっと、ほら釣れました。はい、上がったのはイサキです。もう卵出しちゃってんのかな。あまり大きくはないけど、まあまあいいかね、頑張りましょう。なんか釣れました。なんか釣れた。お、釣れた。かかってるなんだ、シマアジか。あ、今度はなんかちょっとはイサキよりかは引きが強い。なんかシマアジか。あ、おい、ほら、お、なかなかのいい引き。よし。でもあまり強くないか。イサキかな、やっぱ。なんだろう、わからない。あ、来た。あ、イサキだな、黒いから。イサキだ。イサキだ。やっぱりイサキでした。まあまあの方。ほら来たよ。よし、じゃあな、今日はなんか空でも消防庁がなんかあのようにね、赤いヘリコプター救助訓練やってるんで、私もイサキを水中から救助する訓練です。さあ、そらイサキ助け上げました。はい、救助完了です。救助したぜ。はい、まあまあの方のイサキを水中から救助しました。やったよ。ほら救助訓練成功です。ヘリコプターもやってるよ。あそこでほら救助訓練な、あれがあそこにいるあの人たちを救助するんだ。ほら入りました。またイサキかな。さっきから同じ竿2本。お、今度はなんか引きが強い。少し手前に来たらシマアジかな。シマアジだってくれ。1枚ぐらいシマアジ釣りたいです。お、少し引きが強いぞ。お、なんかいい引き。グッと引いたよ今。シマアジか。おい、期待を持たせてくれるな。まだ見えません。ほら、あ、シマアジだ。やった、シマアジです。玉網ですくいます。もうね、ゲロイガ T さんの二の舞にならないように。あ、イサキかん、シマアジなんか銀色してるよな。あ、メジナかこいつ。メジナじゃねえの。まあいいや。あ、メジナだ。お長だよ。なんか玉網すくうのもめんどくさくなってきたな。ちきしょう、この野郎、いい加減にしろ。まあ一応玉出したからすくったけど、メジナだよ、お長だよ。はい、玉に入ったのはまあまあなサイズのお長。ほらね、30、5ぐらいかな、そのぐらいのお長です。入った。おお、なんかだいぶね、当たりなりを潜めてたからね。ここでワイカツさんがこのね、静寂を破って何を釣るか。もしかして何、大きい小さいわかんない。もしかしてシマアジか。シマアジだったら、両型のシマアジだったら、今年今日最初のシマアジが取れればね。T さんばらしてたから。なんすか。メジナっぽいな。色がわかんない。どうした？あ、メジナだ。あ、いや、イサキメジナ色だな。なんか微妙なサイズのメジナでした。なんだ、もうなんか急になんだになっちゃったよ。なんだよ。ああ、ちゃんちゃん。はい、30があるかないか。お長だな。さっき俺が釣ったのよりちょっと小さめ。でもお長今シーズンなんだよね。そうですね。うん、夏の。うん。釣りました。ね。そう、まあ釣りりゃいいよ。うん、そう。うん。2日ぐらい寝かせてから刺身にすれば。ああ、じゃあ私はまだ釣れてません。バラしたけどな。なんだよ。バラしちゃったからまだ。あれじゃないかよ。まだこれからだよ。でもほら、まだ今15時7分だからこれからだよ。あ、T さん、何これ？あら、昨日釣ったシマアジがお作りになってる。こんなところでお作りになって、これ作ったの？ね、すごいじゃん。ちょっとじゃあいいですか？いいですよ。どうぞ。これね。これこう後ろにもある。すごい。これでいただきます。いきます。生あったかいからうまい。生あったかい。でもうまいでしょ。チベタイビールが欲しい。でもないからチベタイポカリスエットでしょうがないな。ポカリスエットを飲みながらこのシマアジの生あったかいの食うのもいいな。どうですか？おお、なかなか生あったかいこのシマアジの。美味しいですよこれ。熟成された感じで。もう後ろもあるし。なんかね、昨日釣ったやつ。どうですか？あ、美味しいよね。美味しい。美味しい。マジでも。あ、マジ美味しい。美味しいこれ。美味しい。いや、美味しい。あ、うまいね。わさびないの？しまとめのこれ。こいつ、これほら、こいつちょっとお前しゃべれよ。ほらなんでしゃべんねんだよ。ほら口こうなってんだよ。こういうふうにほらこういうふうにな。俺はシマアジだ。生あったかくったっておめえだぞーい。出た、しゃべりました。うまい。やったよ。こんなのが食えるとは思わなかった。海で食うとなおうまいね。一日寝かしたから。やっぱね、このね、生あったかいのがいいよ。結構ね、これ生あったかいのもね、なかなかね、美味しいもんだよ。生あったかいのこれ。冷たいよりもなんか美味しい。まあ、シマアジがなかったらダメかもしれないけど。うまい。もう一つサイズ。いや、このポカリスエットで行くのも。あ、うまい。いや、これもまたね、離島での釣りのこの醍醐味というかね、楽しみの一つですね。やった。お、なんかかけた。アイドル T さん、ついにかけた。何？シマアジの刺身を餌にして、なんだ。まだ魚体見えない？なんかさ、すごい引きすごいじゃん。青物じゃないの？で、表層なの？表層。ああ、じゃあ青物じゃないか。まあシマアジじゃないかもしれないけど、ヒラマサとかなんかそういうカンパチとか。あ、すごい。あ、すごい。お、すごい引きだ。頑張れ。あ、見えてきた。あ、青物だ。頑張れ。お、すげえ引きだな。おい。まあ慌てずにな。見どころだよ今回の。いやー、早くほら、バラしたらお前本当によ、バラしたら大笑いだからよ。結構でかいじゃん。ほら。ああ、やっぱり2キロぐらいかね。なんかそのぐらいな感じ。すごい。頑張れ。あ、もう浮きが、あ、大丈夫か。あ、来たほら。あ、下手くそ。ワイカツさん、下手くそだよ。どけ。俺がすくう。ダメだ、そんなんじゃ。そんなやり方じゃダメだ。入った。まだ。ちょっと待って。それどけろ。まだ。入った。よし、取りました。ちょっとほら、ほら、ワイカさん、ほら、これ、やれ。やった、2キロは十分ある。すごい、さ、あれよりもでかいじゃん。今日のさ、食ったさ、ほら、昨日食った、あれよりでかいよ。これ、わらさクラスじゃないの。これ、やっぱりヒラマサかね、なんだろう、これ。ヒラマサ、わらさこう、見方がよくわかんない。ここのとこ見るんだよね、ここのとこ。釣れました。やった、ほら、これじゃあ、俳句よ。持ってよ。これ、俳句、ほら、ここ。あ、そこも大丈夫。よし、やったー、やりました、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。やったー、すげえよー、すごいでしょこれ。あ、1.5 キロ、1.5 キロ、1.5 キロだ。これでもまあ2キロないんだ。1.5 キロ。おめでとう。でも長さはどうなんだろう。ちょっと長さもなあ、メジャー取るとダーってきて、ほら、53か4。53センチか4センチ、まあ、わらさにはちょっと届かないのかもしれないけど、結構ね、もう稲田のでかい方。おめでとう。なんか表層で巻いてきたら小さいのがかかった。ほら、なんだ、イサキじゃない、カンパチの子供じゃないの。だって表層だったよ。うん、回収してきた時になんかバシャって言ったもん。ほら、あ、俺にはこんな大きなカンパチの子供、T さんは巻き上げてきたら、何こんなやつ。俺こんなだよ。これ、ねえ、ほら、見てよ。T さんと比べても、俺のカンパチの方がでかい。やったよー、俺もこんな巨大なの釣りましたー。すげえちっちゃいイサキが釣れた。釣れました？うん、小さいね。21時23分、撤収。勝ったのはアイドルゲロイカの海。私たちは負けました。負けましたね。負けました。泣いて帰りましょう。泣いて帰ります。じゃあ運転お願いします。行きましょう。何？なんだと？でも数では勝ってる。言ってくれるじゃねえかよ。慰めにも何にもなってねえよお前。お前。上手じゃないわよ。ねえ。本当ですよね。あ、本当だよ。いいな、今日はうまいビールが飲めるんだよな。なんか今日はこのゲロイカ T さんにいじられそう。俺が晩飯の時に。よっしゃ、晩ご飯の会場にやってまいりました。晩ご飯の会場でございます。今日は、お、これもですか？それです。冷蔵庫入ってる、それです。それ出してください。これブリカマっていうか、わら昨日のあれだ。ヒラマサのカマ。でも、なんと、今日はこれと同じようなやつを、なあ、ゲロイカ T さん釣っちゃったからな。ゲロイカ T さんは自分家帰ってからこういうのができるんだ。いいよな、本当にな。で、ビール開けてくださいね。いいよな、本当にいいよ。羨ましいよ、俺は本当に羨ましいよな。もう悔しいよ、チキショー。あ、出ました。ほら、鉄鋼寿司だってあるよ。それにエビフライと、これ多分メジナのフライだと思うよ。フライあ、でビールだよ。じゃあ今日はもうよ、あ、たたきもある。アジのたたき、これもまあ美味しいんだよ。じゃあほら、T さん、ほら、勝者、T さん、勝者しかいないじゃん、ほら、ほら、いいですか？当たり前だよ、お前、勝者なんだからよ。あ、悔しいな、チキショー、本当に悔しい。はい、じゃあ、ワイカツさん、違う、じゃあ自分、1個ずつついてください。いや、ワイカツさん、もうついだから、じゃあ、ワイカツさんに俺がついてあげるからさ。はい。ありがとうございます。まあ、ワイカツさん、ザムザ1号。で、俺がザムザ2号。ザムザ1号についてもらいます。お互いザムザ同士で。ほいで、こちら、貴公子、プリンス。おい、じゃあ、行きましょう。はい、やばい。お疲れ様でした。さあ、さあ。ザムザだろうが。一日釣りした後のチベタイビールはうまいでしょ。ねえ、でかい魚釣った後のビールはうまい。チキショー、まあいいや。じゃあ行きましょう。じゃああとは定食だな。行きましょう。うわ、いやー、うまそうですね。今日これだよ、これ。だっけ、うん、そういうね、俺は最後まで美味しいんだけど、何杯飲んでも美味しい、うん、何杯でも飲めるよ。これガシ、これガシガシガシ、アジ、うん、このぐらいのアジが一番美味しいよ。釣りたかったな今回、このぐらいのアジ。うわうまそう、うん、あ、俺のなんかでもねすごいよ、見てよこれ、俺のこの床節のこれにはね、すごいねおまけがついてる。これほら、こう見て、これおまけですね。おまけ、これでもこれは取れない。ここになんかすごいのがついてる。ほらこれここ、何それ何それじゃねえよ何それ、まあこれはお前これは床節のおちんちんでしょ。これ、うん、いいよもうそれ以上は言いません、うん、これは所有に使ってるからで、そのままで大丈夫だと思いますよ多分、うん、つけないで、まあ、つけないで1個食ってみてくださいよ、はい、食いなさいよ。もういつも食ったもんなこの前な、でもまあ食ってよ、辛い、ちょっと辛いと思う。いただきます。いいか、うん、あ、おいしい。レモンですね。この酸味が美味しい。何もつけなくても。何もつけなくても美味しい。あ、美味しい。シソが効いててうまいですね。何食ってもうまいって顔してやる。悔しい。悔しい。これだよ俺は。平正のこの釜をな。これを食ってちまちまとな、ざむざわね、な、それでね、俺ら二人ざむざわだもんな、もうすねてやる、畜生今日は、悪酔いしてやる、この後に焼酎もあるから悪酔いしてやる畜生。でこれいただきます。あ、うまい。やっぱりでっかい魚うまいよな。いいよね。でっかいなな、また行ったな畜生。本当に悔しいな。全く行き着かないよ。しょうがねえな、でもな、釣れなかったんだもん俺らね、ざむざわですもんね。釣られちゃったらもう釣った人がプリンスだからな。やったぜ、やったよ。うん。じゃあちょっと持ってたね。髪が上がってますね。うん。本当に。ミラクルないけど。ミラクル。まさにミラクルだったよ。めったにないな。そんなミラクル。本当に参ったよ。いやー参った。全く参っちゃった。島地のさばきからミラクルが。島地うまかったねあれ。あれ美味しかった本当に、生あったかくて。あれもいいもんね。でも島地をさばいて皆さんに与えたからこそ、そうだな、そう釣れたの。そうあの切り身、ギブアンドテイクだったんだな。だからな、あのギブがあれだけでもってテイクが大きかったな。いや本当よ、本当それ。でもあの島地のあの骨のとこから取った身でもって釣ったっていうところがすごいな。わらしべ長者。一投目でわらしべ長者だな。いやミラクルだよ本当にもう。俺はもうなんか、愕然としたよあれがあの魚影が見えた時。俺はびっくりしたけどね。いや皆さん本当かよって言いますよ。ねえ。あれはで二次会に入りました。二次会はもう入ってます。これだ、お湯割り、このクソ熱いのにお湯割りって言ってますけど、私はもうストレートで言ってます。これな、これ。これは県単体ボトルで、なおこうついてるやつは。県単体の視聴者ですって言ってここに来ればタダで飲ませてくれる。今日は翔さんがいないからほらこんなに入ってるよ。で多分翔さんがいないからこのぐらいしか飲まないから結構残ってるからな、半分とは言わないけど3分の1以上残ってます。でこれ最初に飲んでくれた人にはよ、もうステッカーこのままつけてたけどなくなっちゃったからまたこれつけておくからよ、これをもらってやってくれよ。すごいだろこれ、ほらな、ここにこうやってつけとくからよな。これはつかないほらついたよこれな、これほらいっぱい入ってるから詰め合わせ、これをあげるから。これはお前今日 T さんが釣ったなんだ稲田よりもこっちの方が高価だよ。そうなの？いや俺の方が高価でしょ。いやこれ金運こにゃごら400円だよ。これが非売品でしょ。でこっちのにゃごらステッカーもこれも250円だから400円の200円7、600円50円のこれが200円で67800円50円のこのゴールドは500円ぐらいするから1000円。あんなお前クソ稲田はお前500円ぐらいで持って帰ってあれ釣れなかったのに出たよほらもう酒飲んだらもうね酒飲んだらもう気がでかくなっちゃうんだから。金で買えないものだってあるんだから。あれは金で買えるよ。あれはたまたまですよ。出たよたまたまだよほら出たよたまたまだよたまたま釣れたんですよ。次釣らなきゃダメだよ。次釣らなきゃもう1回ね2回釣ればもうそれはひれ伏しましょう。ひれ伏します私たちは。言いたいことだけ言えばいいさ。ほら出たよほら仲間割れしてます。でもこれはね来たら言ってくださいここにね。そしたら飲みますからでこれあげますからということでもう俺らもなヘロヘロになっちゃったんでここらで視聴者の皆様とはお別れですね。はいそれでははいお別れの合図はこの人がラッキーボーイっていうか今回のラッキーボーイじゃないもん全然ザムザだもん全然こっちだからねザムザねザムザ。はいさようならまた見てくださいねまたね次は坊主になるぞさようなら。